今日は八重洲のお店に出張でハンギングバスケットを取り付けに来ました。お店の前のちょうどフェンスのところにですね、こういうふうに立体に取り付けてみました。交互に、これが春から今夏で初夏ですけども、秋遅くまで楽しめる花ですね。でコリウスとかですね、インパチェンス、ペンタス、センニチコ、それから唐辛子と、そんなようなもので植えてあります。こちらもそうですね、ペンタス、それからコリウスですね。でこうずっと違うもので植えてありますけど、こういうふうに立体的にいくつか並べるとすごくこうインパクトありますね。ちょうどこう道路前が道路なんですが、道路の前にちょうどこうありますと、目線からですね、車からもずっと見て、少ない数でもインパクトある装飾ができます。でハンギングバスケットのいいところですね。それからこうハンギングにすると非常に日照も日も受けやすい、それから通気も非常にいいので生育もすごくいいです。今ここの美容室さんでは、自動換水でこういうふうに立体的に、ね、花を置いてございますけど、これをハンギングでもっと立体に前から見ても花が全部見えるような形でこう飾りたいと思います。店の前を通る人がちょうど目線にこう花が入るようにね、立体的になりますので、すごくインパクトが高い飾り方なんですよ。そしてちょうど日光もですね、直接花に浴びますし、花の顔をもう前面に前に出すことができる、ね、それからこう、ね、通気がいいので非常にこう病気にもなりにくい、酸素もね減り込みやすいということで生育もすごくいいです。日照、水、それから空気ですね、それが非常にこう取りやすい、どちらかというと乾燥しやすいのですが、こういうふうに今ここで水が垂れておりますけど、自動換水でね定期的に水が流れるようにしていただくとね、なお管理が楽です。ハンギングバスケット、このように立体的に飾ると正面からずっと全体が見えますのでね、顔がこう前に来るように植えることができますので、すごくインパクトがありますよね。それからですね、こう通気ももう壁に置くと非常に通気もいいもんですからね、植物のためにも非常にいいですよね。日照もこう全体にこう来ますので、下に植えるよりも日照通気ともにいいっていうことです。生育もすごくいいと思います。ただ問題はこまめに花がらを摘んであげることが重要ですよね。それから水が結構ね吸いますので、こちらのお店奥平さんのところでは自動換水でねやってくださってるのでいいと思うんですけども、水やりですとやっぱり毎日こうやっていただくことも肝心ですよね。乾燥しやすいんです。通気がいい分だけ乾燥がしやすいのでね、その分だけ水も欲しくなります。あとは生育するにつれて伸びたところはうまく剪定してあげるですね。こういった切り戻しもして今の時期はしてあげると、だん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 夏から秋にかけてまでずっと広がってきますので、一回り二回りも大きくなってきます。そんなようにねうまく育ててください。でこの生育によってね、こうかぶってきた時に下がちょっと蒸れやすいのでね、やっぱそこはちょっと切ってあげていいと思いますね。これ自分で形を作ればいいと思うんですけど、このコリウスなんか割と生育がいいのでね、かなりかぶっちゃう可能性があるので、これから夏から秋まで育つような植物でやってありますね。それからこちらはコリウス、これだんだんだん色が変色してくるんですよ。夏から秋にかけて色が変色してくる。それからこちらがダイヤモンドフロストですね。それからまあ、こちらが唐辛子とか、こちらがペンタスですね。こちらがセンニチコですね。そういったものをこれから秋まで楽しめる花ですよね。